エディオン39100ン万ボルト、金沢本店100万ボルト、北見本店株式会社39は、福井県福井市に本社を置く、家電量販店を展開する企業。100万ボルトの名称で、北陸地方を中心に北海道及び、山陰地方に家電量販店を展開する。エディオンの完全子会社。2019年時点、以下の地域に店舗を展開している。 家電製品全般を取り扱う店舗。一部店舗は、ガング売り場と喫茶コーナーを併設。かつては外壁に、黄色い色,や青と灰色のストライプ柄といった派手な塗装を用いていた。エディオンの完全子会社になって、以後に出店した店舗や改装した店舗については、外壁に白基調の塗装を用いている。二0十七年以降、近畿、九州地方では、エディオン本体に、 店舗運営を移管し、ストアブランドをエディオンに変更した店舗や、近隣のエディオンに店舗統合する形で閉店した店舗もある。この頃から、保証やポイントサービスなどの制度がエディオン本体に準じたものに改められ、一部共通で利用できるようになったものもある。鳥取県や島根県ではエディオン本体も出店しているため、広告出向や、 セールなどは共同で行っている。情報家電を取り扱う店舗。主に100万ボルトに併設されている。ゲーム、DVD ソフトの販売及びレンタルを取り扱う店舗。閉店した店舗のレンタルを除く業務の一部は近隣の100万ボルトが引き継いだ。家電製品の修理専門店。主に100万ボルトに併設されている。かつては電光道。 松本電機とも業務提携していた。ソフマップとのフランチャイズ契約による中古パソコンや中古 TV ゲーム等を扱う業態。単独での店舗はなく、すべて100万ボルト店内にインショップ形式で出店していた。AB 福井新聞。家電店3級を完全子会社にエリオンに株式譲渡。2011年10月8日閲覧。 エディオン天名統一13年目処経営効率化へ、中国新聞2011年10月5日、長官6名、エディオン洋服店新設オープンのお知らせ。株式会社エディオン。2019年7月28日閲覧。エディオンマイズル店新設オープンのお知らせ。株式会社エディオン。2019年7月28日閲覧。エディオン北店新設オープンのお知らせ。 株式会社エディオン。2019年7月28日閲覧。エディオンイオン福知山店新設オープンのお知らせ。株式会社エディオン。2019年7月28日閲覧。エディオン、都の城吉尾店新設オープンのお知らせ。株式会社エディオン。2019年7月28日閲覧。ありがとうございます。